こんにちは。ネクロンのキャンペーンを、やるんですけれども、ちょっとですね、さっき1時間ほどプレイをして、ちょっと進行不能になってしまう、多分バグだと思うんですけど、そういう状況に遭遇しちゃったので実際1回倒していたと思うんですけど、ちょっとどうなるかよく分かりません。あ、ちょっと待ってよ、今のターン攻撃のターンだったんじゃないのかな。まあいいや、もうちょっとあまりのことにぼんやりしてますけど、ここに攻めます。はい、で、まあウォリアーとエイスを、ちょっと待ってよ、マンダーの方で、あ、これはいるんだな、あ、いないのか。じゃあ買っとこう。ちょっとね、どういう理由で進行不能になってたのかよくわからないんですけど、それは置いときましょう。はい、もう一回改めてやらなきゃいけません。まあ、とはいえ、スペースマリーンのキャンペーンほど、詳しくはないんで、まあ、ちょっと long ago that no bulwark, no matter how まあ、なんかあるんでしょうね。はい、ここでムービーが入って、まあ始まったら見えるんだよ。また説明しますけど、ちょっとね、なんかね、壊せない建物があって。その時点で怪しいなと思ったんですけど、これが原因なのか何なのか。もしこのエルダーの本拠地攻略が進まないんだとしたら、まあ、他のところに攻めていくしかないですね。エルダーはなんか多分ネクロンを止めようとしているんだと思いますよ。Do you know the history of this place, which we call Esselir Talith, and the young races call the Upper Wastes? We, the Eldar, made our war camp here in a past age. Yes.That is so. Our ancestors came here to fight the Necrons when they were an overwhelming wave that swept the worlds. This system was one of their stages of destruction. Their founders of undead. Our ancestors defeated them. We constructed our war operations center here as an illusion. No brute army, no simple display of force could uncover its secrets. And none ever shall.It is more than an illusion. It is a clever trap, this place our ancestors forged. It is a net covered in leaves that the savage beast willingly stands on, tempted by a bloody morsel, only to find itself hoisted, trapped at the hunter's mercy. No,
we shall guard our secret. No force can strike a target it cannot find. We shall not yield up our foothold on this world. Karava was once ours and shall be ours again. はい、こういう状況で始まります。言ってますね。はい、破壊せよって言うんですけど、そのね、この建物は壊れないんですよ。これが壊す。ここにね、これが残るんですよ。で、これ今ここがヘルス減ってないんですよ。サブ目標があって言うんですけど、まあちょっとね、この メインの目標をとりあえずやります。壊れないんですよ、ここ。これと、これが。これで進行不能になっちゃうんですけど。攻撃してるでしょ、こいつらが。これでね、壊せなくなっちゃう。壊せなくなっちゃうっていうか、壊せないんです、最初から。まあ、それはしょうがないんで。
やられちゃった。
られちゃった。Long before you do. So, our nightwing production has been destroyed.
I see our many roads to victory growing fewer and more dangerous. Yet, there is still hope. Only Diamond Eagle's squadron of Magdalene remained where they were assigned, Farseer. Good. We must press on.
進行しましたね。さっきここに行かなかったんですよね。ここかここかここ、こっちは近いんで、あー超えるのがちょっと、ジャンプしないといけないみたいですね。とりあえずここまで行きましょう。この、シールドジェネレーターを壊せって言ってますね。なんかこの辺に、あれ？待ってよ。あ、スカラベが。はい、2箇所あるんですけど、こことここですね。ここはですね、ここはそもそもこっちからは行けないんですよね。ここをまず突破しなきゃいけないですね。
物があったり、自分のネクロの建物があったりすると、そこにすぐポッとこうテレポートしていけるんですけど、それがないので、後でこう作れるようになる、なんていうものかよくはっきりしないですけど、パリアかなっていうユニットは、なんか柱を立てられるんですよね。このデザインっていうか、まあ好きなところに。はい、エネルギーが足りない。でそいつがいると、まあそこに一気にこうテレポートして、攻めるっていう方法が取れるんですけど、そこまでまあ進化が進んでないので、全員いるのか。ジャンプして越えなくてよくなったんだ。壁が多分シールドジェネレーターを壊したから、壁がなくなったんですね。ですね、ああ違った、デスロードだ。デスロードがいると柱が立てられる。
こいつですね。それで建物が建てられます。そしてここにはテレポートができるので、まあ、全部で移動することはないんですけど、ね、ここに一瞬でユニットが現れます。飛行機みたいなユニットは壊されちゃったかな。お、気が来た。テレポートして。Chances left. We must fight. We must prevail. こっちに本当の基地があるみたいですね。撹乱しますね、エルダーは。はい。まあとりあえずここにリポートします。こいつらは動きが早いんでここまで行きます。
ここに敵が。こいつに あ、まだテレポートが使えないんだ。おお、アバターが出てきましたね。蹴りをかまして、やられちゃいました、はい、いいですね。エルダー対ネクロンを見てると熱くなりますね。かっこいい。まあこの戦いはもう次のあと1回ぐらいしか見られないですね。まあ最初がエルダー対ネクロンだったんでしゃあないですよね。こう
因縁めいた関係のあるファクションは最後に当たるようになってくれるといいんですけどね。まあ、ルダーの本拠地を取っておいて、取っておいてっていうか、もうわざと置いておいて他を攻めに行く手もありましたね。はい、でもまあ倒してました。ミレニア後、ミレニア何千年も前、ネクロンとエルダーは、ワッチド・エピック王、戦争を広げた、振り広げた、アクロス・ザ・ランド・オブ・ザ・カウラーは3、カウラーは3で、戦争があったんですね。アンド・イスタンとエイシ、ディ・エルダー・ハド、プリ・ベイルド、ちょっと意味がよくわかんない。プリ・ベイルドはよくわかんないです。あ、イットワス・ギフ、ザッツ・セイム、エタ、ディ・プレイド・イット・セリフ、バット、まあ、ナレーションが終わったんで、見ましょう。はい。フリートマーチ、エルダー撤退、ウォーギア獲得。かっこいいですね、見た目は。はい。で、2000人殺害。そしたら、今、近接武器持ってるけれども、ちょっと体力は弱いで、これいいですね。潜伏ユニットをカンパして、体力を増加させる。これをちょっとつけときましょうか。はい、レインフォースドボディ、近接ダメージ劇的に体力を増加させます。劇的に体力を増加させてくれた方がいいかな。あ、待てよ。でも、これどうなったんだろう。あれ？あ、2つあったのか。ああ、そしたらこっちの方を取ればよかった。まあいいや。はい。Many millennia ago, the Necrons and Elves。はい。ということで、エルダーの残り。拠点はここだけになりましたね。はい、ここを倒すとこのワープポータルを通じて、こっちあるいはこっちをこう行けるようになります。で、今回はこう行ってこう行こうと思います。ダークエルダーとケイオスのとこは置いといて、この辺の、なんだっけ、ミスター・オブ・バトルと、あの、インペリウムね、の勢力、なんでこいつら奪い合ってるのかよくわかんないですけど、まあ、守ってるのかな、この陣地を、戦わずにね。はい、なんで、まずは、ここ、これを支配しては何なのか。あ、ここもあれだ、エルダーが持ってんだ。ここからこう行ってっていう感じで進めていきます。はい、もう忘れずにセーブしてね。ネクロンですね。はい、
ではまた。